ジ。大丈夫かあいつ。このくらいでくたばる玉じゃねえよ。なあ。なんだ。海賊ってのはいつもこうなのか。何がだ。雪山登ったり砂漠を渡ったり。本当だな。ま、うちがちょっと変わってるだけだろ。船長が船長だしな。俺は大変な船に乗っちゃったのかな。奇遇だな。俺もさっき同じこと思ったよ。なあ。あ？ゾロはこの海賊団の中でも一番の古株なんだろ。古株ったってそう差があるわけじゃねえがな。どうして仲間になったんだ。なんでそんなこと聞く。入ったばっかの俺から見るとさ、みんな割と一匹狼なところあるじゃんか。特にゾロは。確かにね。まあ俺の場合事の成り行きっつうかそんなとこだ。他の連中もそうだが、本当の目的はあいつとは別のとこにある。自分のやりてえことをやろうとしてる。まったくだ。前に誰かが言ってたが、旗から見ればチームワークってもんがなってねえよな。船長からしたああだからな。困ったもんだ。俺もそう思う。だがよ、チームワークってのは本当は何なんだ。ん？助け合ってかばい合ってやそれでいいのか。そういうやつもいるけどな。あるいは俺にはごまかしてるようにしか思えねえ。それぞれが自分のできることを死ぬ気でやって。俺はやったぞ。次はてめえの番だ。できなきゃぶっ殺すくらいの気合があって、初めてチームワークってのは成立すんじゃねえのか。そう考えるとよ、仲間って言っても別に一匹狼でもいいんじゃねえのか。俺はそう思うぜ。ウソップの言ってた自分のできることをやればいいってのはそういうことか。あいつが言うと嘘くせえけどな。なんで仲間で言い続けるのか。付き合いが長くなるとよ、別の目的も生まれてきてんだ。別の目的？だりーな、うまく答えられねえ。ん？日陰見つけたー。ゴムゴム。